松下幸之助の流儀。さまざまな花がさまざまに咲き誇る。その自然本来の姿に成功の姿がある。百花繚乱というのは自然本来の姿なのですが、野に草花が咲き乱れている。その花々はタンポポはタンポポで、スミレはスミレで、自分というものを咲き誇っていますよ。そして全体が生き生きと調和している。それでいいのですね。人間はともすれば何かにとらわれ、その自然本来の姿を忘れてしまう。そこに不幸が生まれてくるのではないでしょうか。お互いに自らの持ち味を生かした人生なり生活を送ることが大事で、そこに人間としての成功の姿があるということに今一度思いを致したいものだと思いますね。1990年、人生講談から。